にちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。一生懸命いろいろケアをして着物を着ているんだけれども、どうしても後ろの襟が詰まってしまう。着物を着るときにこう襟がね、プカプカしてしまうという方いらっしゃいませんか？本日は後ろの襟をキープできる着物の着方、意外と皆さんがね気にされていない意外なポイントについてお話をしていきたいと思います。今日ね、このコツは今までお話ししていなかった部分になるので、きっとねお役に立てると思います。ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。ではね、実際着物を羽織っていきたいと思います。このね、襟がこういうふうに1枚目上にかかっている襟が掛け襟っていうんですけれども、この際をですね、今右手に持たせてあげて、後ろにこうやって体の後ろに着物を持ってきます。そしてこうやって着物をパーッと広げて、今右手と左手はそれぞれ襟のね掛け襟を持っております。これ私もう本当につい最近仕立てた着物になるんですけれども、これ私この動作をした時にね、私と同じぐらいの位置に来ない、例えばこのお尻から掛け襟の部分が短いという方もねおられるんじゃないかと思います。最近の着物っていうのは割と掛け襟が長いものが多いんですけれども、例えばお母様が若い時代に作られた着物を私が今着ていますとか、おばあちゃまのお着物を着ていますという方はね、ここからこの掛け襟の距離っていうのが短い可能性が高いです。今ねパッて見た時に、私が持っている位置より皆様が持っているこの掛け襟の位置っていうのがすごく短いなというふうに思われたら、だいたい右と左をこうやって掛け襟を合わせてちょっと下側になるように持ってみてくださいね。まずね、今までこういうことを話してなかったので、まず一つ目、それから着物を着るときに後ろの襟を詰めないが詰まらないようにするためには、一番最初のこの羽織る工程というのがかなり重要なポイントを占めております。羽織る時に私よくね、着るんでもなくて羽織るんでもなくて肩に乗せる感覚でお願いしますということでね申し上げるんですけれども、では早速ね羽織っていきましょうか。今体につけてますよね。そして今いきなりバーンって乗せるんじゃなくて、第一段階いきましたよ。もう一回いきます。第一段階でこの肘に乗せつつこうやって上にね滑らせていくと、いきなりこの後ろにバーンって当たらないので、後ろの襟っていうのが前に出づらくなる、つまり後ろの襟をキープできるということになります。これ今ね着物が中に入っているから、体がね着物の内側なので、手のね動きっていうのが見えないと思うので、ちょっと私エアーでやりたいと思います。広げてお尻に当てる、右左、この状態だと分かると思うんですけれども、意外とこの肘張ってると思いません？右も左もね、肩が上がらない程度に肘を上げてあげると、後ろのねこの襟付けのところに圧がかかりにくくなります。この部分に圧がかかると襟が動きやすくなってしまって、つまり後ろの襟を押してしまうことによって、後ろの襟の抜き加減が狭くなって、そしてここの前の部分っていうのがプカプカ浮いてしまうということになりますね。なので羽織るとき、今までここまでお話したことなかったんですけど、肘を張る、肘の角度を気をつけるということもね大きなポイントになります。もう一回いきますよ。お尻にこうやって当てて、右肘、左肘にかけて肩にこうやって乗せていきます。はい、で左手に持たせて右手を通す、今度は右手に持たせて左手が通す。なんで一緒にやらないかっていうと、それはやっぱり一重にここに圧がかからないようにするためですね。長襦袢の着方などでも、後ろの襟が詰まらない方法っていうのはねお話ししてます。よかったらそれは動画を役立てください。そして今から肩になじませる方法いきますけれども、普通にこうやってやったらやっぱり後ろの襟のここに圧がかかってしまうわけです。なので右手少し上に持ち上げて、上に持ち上げた状態でこういう風にする、前後に動かしていただくとここに圧がかかります。もう一回いきます。
こうやってね、ダメパターンはこうですよ。手が下に向いている状態でやるとやっぱりここに圧がかかってしまうので、手をね少し上に持ち上げてあげることによってこの部分、襟付けのところに圧がかかりにくくなります。では続けていきます。裾を合わせ、まあこの辺はね別なタイミングでいろいろ解説してるので、今日はちょっと襟のところをご説明したいから、この辺サクサクいきますね。よいしょ。今日私が着ているのは男性のスーツの生地で仕立てるウールのお着物を着ています。ちょっとね薄手なので、だんだん暖かくなってきたので、今時期ねすごく、まあ真冬も着てましたけれども、あ、なんかちょうどいい、気持ちいいかなという感じです。で右腰下げて左腰上げてあげます。で後ろのねおはしょりを作っていきます。はい、そしてここ4ステップ、いつもねやってますけれども、4ステップの時の力の向きというのもねすごく大事です。絶対前に来ませんよ、手は横です。今日私バチ襟の着物を着ているので、ヒル襟の着物をねお召しの方は適当にこのタイミングで襟を曲げて内側に曲げてくださいね。手の動きは必ず横です。絶対下じゃないです。いきます。1、2、3、4、こういう状態にしてくださいませ。ちょっとねこの辺の内側のシワを取っていきましょう。よいしょ。はい、で続きまして、今から襟合わせをしていくんですけれども、やっぱり後ろの襟が詰まってしまう、襟がここプカプカ浮いてくるというのは、先ほどの一番最初の羽織るポイント、それからやっぱりこの実際襟合わせをする時に、生じることが多いです。襟がねなぜ詰まるんだろうというポイントでお悩みの方は、この最初の羽織る段階、それから最後の襟を重ねていく、襟を作っていく段階に大体原因があるので、ご自身がどのタイミングで後ろの襟を潰してしまっているのかというのをぜひぜひ気にしていただければというふうに思います。誰かが押してるわけじゃないじゃないですか。なので自分が、あ、ここがポイントだっていう現行犯でやっぱり自分で、理解していただくということが、着物の着姿の改善に本当に大きくつながっていきます。なので、引っ張ってるつもりないけど意外と引っ張ってるかもしれないってちょっとね疑いながら、この辺改善したいなという方はちょっと自分を疑いながらね、ぜひ着てみていただければというふうに思います。広襟の方の場合はこうやってね、掛け襟と掛け襟、この襟がかかっている部分をこうやって持っていただいて、襟を内側に3分の1、3分の1ぐらい曲げて、こうやって襟を持ち上げて、こういう風に、だいたい今ここが3分の1で後ろが2分の1だから、こうやって襟を作っていきます。で、それから襟をね、ここの前を整えていきます。私ちょっと体が曲がってるので、ここでね、確認をしてから、進めますね。だいたい大丈夫。はい。では左手は体の内側に入ります。耳のところからは白い襟が見えて、耳より後ろは白い襟がね出ない方がいいんですよね。でいいですか、この左手っていうのは襟をね引っ張らないんです。押さえているだけ。今ここでやるとするとこういうふうに押さえているだけ。決してここの襟をねこういうふうに引っ張っているわけではないんですね。本当に押さえているだけで、手アイロンをかける。なんでこの段階で引っ張ったりしないのか、手アイロンをかけることで終わらせるのかっていうのは、ひとえにここ後ろの襟に圧をかけたくないんです。皆さん無意識に意外と襟引っ張ってるんですよ。この左手の内側が襟を引っ張っている、そして手アイロンをかけるときに意外と別にこうやって引っ張っちゃってるみたいなことがね結構見受けられます。なので左手、襟を作るときに左手平たくして、とにかく胸元をこう押さえる引っ張らないということで決めてやってみてください。この時ね、なんかちょっと傍から見たら怪しいかもしれないけど、襟押さえる引っ張らないって言いながらね、ぜひやってみてください。で今三角上げをしますけれども、この内側のね三角上げをする時も、ぜひね襟引っ張らないように気をつけてみてくださいね。今このね内側、今三角上げというふうに申し上げましたけれども、三角上げは何かっていうと、内側のこのねブワブワっとした布を
折り込むことでお腹周りをすっきりさせるコツというのを三角上げと言います。ここをね、三角形にしていくから三角上げというふうに言うんですけれども、このね、三角上げの時にとにかくこの内側をきれいに上げることにすごく意識が集中してしまうと、やっぱりこの部分をね、引っ張ってしまうんですよ。なので三角上げをする時のポイントは、ここ掴みますよね。後輪ベルトを止めてあげたところを掴んだら、ここはあんまり引っ張らずに、とにかく内側をさらっと上げて、ここの角度が変わらないようにしつつ、もうそこから先はここ今押さえてるだけなんですけれども、脇に向かって三角形になるように作っていくということをね、意識してみてください。とにかく何度も自分で口に出して、襟引っ張らないっていう風に、やっぱりね、ご自身に言ってあげると、こういうのってね、意外と自分で意識本当にできるようになってくると思います。ではちょっと戻しますね。では私今戻ってきたので、再び行っていきたいと思います。後輪ベルトを止めて、今内側で先ほどご説明した三角上げをいたしました。で、右手でまた胸元を襟引っ張らない、押さえてるだけ、こうやって押さえているだけ。そして左手が後ろに回って、右手ここシュッとお腹のところを押さえてから、おはしょりを整えてから、右手に後輪ベルトを持たせます。そして逆の襟も合わせていきます。で、ここもね、手アイロンかけながら、そしてアンダーバスト、指3本から4本下、だいたい右と左がだいたい同じぐらいの位置に来るようにしてください。そして背中のシワを取っていきます。襟っていろんなバランスでの上で成り立っているので、どこかだけを引っ張りすぎるとダメなんですね。で、今からこのね、右脇の処理のところでちょっとお話させていただきます。まず左側、右手がこのね、脇縫いのところ、右と左の脇の縫い目のところを右手で持たせて、今背中のシワを寄せたんですけど、そのシワをね、中に入れ込んでいって折ってあげます。はい、だいたい襟が詰まる大きな原因はやっぱりこの辺をやっている時ですね。ここちょっと今見えますか？ゴニョゴニョゴニョってしてると思うんですけれども、このゴニョゴニョゴニョをきれいにしようとして引っ張りまくると、襟が絶対に形が変わる、つまり引っ張ると後ろの襟が潰れてしまうということになります。いいですか？まずね、後輪ベルトを動かないように押さえて、胸元のシワを軽く下に落としてあげる。で、前身頃と後ろ身頃の際を左手に持たせます。そしてこのね、この内側の部分、布が今こうやって曲がっているので、この内側に向かってシワを中に入れていきます。ここもね、ガン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 入れるんじゃないですよ。サラサラサラって入れてください。そして入れ終わったなと思ったら、ここ今ちょっとシワが寄ってますけれども、ここをね、シワを下に落としてあげて、広襟の方とかっていうのは、今この下の部分の襟を完全に広げていただいて収めていただく。私ほとんどね、この部分っていうのをガンガン引っ張っていないんですよね。ただここを伸ばすとか収めてあげるという感じになっております。で、ちょっとね、こういうふうにシワが寄っちゃうわという方、この辺伊達締めとかが帯板が来るのであんまり見えないので、そこまで気にしなくても大丈夫ですし、あとはなんかもっと綺麗にしたいなという方は、この脇縫い線で今折ってシワを入れてあげましたが、この線をね、もうちょっと内側に、この線が中に入るように入れてあげると、この辺りっていうのはもっとね、すっきりしてきます。では前結び用の帯板をつけていきますね。後ろの襟を潰している犯人は私ですということを意識して、着物をね、多分着ていただくことが、後ろの襟、着物を着るときに後ろの襟を潰さない、それから前の襟がプカプカしないという
原因を解決するためには、着物を着るときに後ろの襟が詰まっている原因はご自身が作っているということをぜひね認識していただいて、私が先ほどだいたい2箇所ありますということで申し上げましたけれども、着物を着るとき肘の角度気をつけましょうということで申し上げました。それから襟をね実際作るときに襟を引っ張りすぎないということで申し上げましたけれども、この2つをぜひね、注意してみてください。着物を着るとき意外と肘のね角度がね大事になってくるので、これね今回初めてお話しさせていただきましたけれども、ぜひ気をつけて見ていただければなというふうに思います。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。